てるそれ、なんか大丈夫大丈夫立てれるの、大丈夫大丈夫、よかったらずっと持ってくだ、こんばんは、手で挟んだりしたいい感じ。さてここはどこでしょう、なんてね、落ちちゃうよこれ。あ、こっちのこと忘れてました、すいません。勇者ココア、こんばんは。そう、ドラクエ配信じゃないんです、残念ながら。こっちの皆さんもこんばんは。どうしようこれ、待ってよ、それかここにもたれさすか。こんばんは、ちょっと貸して。どうも、あ、初見さんもいるんだ、嬉しい。なんかココアいつもと違う感じで面白い、テンション高い。いや、初見さん嬉しいって似てない。こんばんは、ね、見てこれ、ココアちゃんに借りたんです、貸したんです。え、二人でカツラ、あ、あれにしよう、テロップさ、ココ&空間にしよう。ココ&空間、違う違う、ここココ&空間、あ、面白い。そう、今日は何、いつもよりワントーン高いやん声が。そんなことないよ、まあ、今のが普通の。あー、危ない。そう、もしかしてクーカちゃんです。あっち、待ってよ、クーカちゃんおかしくなってやった。こんにちは、クーカファンの皆さん、今日も介護カーです。これでいけるんじゃないか、こんばんは、こんばんは。なんかこっちの方が漏れる気がするけど、嘘、一緒か。こんばんは、ココアちゃん、こんばんは、やって。そうなんですよ、髪跳ねてます。見えますかね、私、私10曲ライブお願いします、やって。岡山のライブ再現しよっか。でも、あ、でも私はないよね。そう、私は前のランウェイのね、再現でもう終わりって言ったから終わりです。あ、なんか歌っとったやつ、うん、うん、似合わないやってこれ。黒髪と茶髪どっちが似合う？茶髪。あ、じゃあ黒髪。あれ、黒か黒髪が似合う、やっぱり。そう、お母さんにもファンの人に言われた、うん、でも一回染めてみたいって思うよね。思うな。だってさ、なんか変わったらなんかあれじゃん、もう似合わんかったらずっとそれよ。いや、その時は戻してないよ。絶対嫌だ。ああ、すいません、ごめんね。あれよ、三四郎時代を思い出す。何気が二度した、あの、カツラといえばさ、三四郎オーディションの時のめっちゃ面白かった。 あれね、あのオーディションのさ、始まったぐらいの時にさ、うん、あのいろんな人見るやん、受け取る人、うん、どんなショールームしとんかっていうの見るんやけど、もう三四郎はね、唯一もう笑、もう爆笑したんよ、お母さんと一緒にいて。やめて、いいんで、恥ずかしい。一日目にもう爆笑したんよ。ウケる。一日目に見た。そう、一日目に見た。もう他のね、他の人のショールーム見んかった。あ、見たかな、うん、見た見た。私の存在知らんかったやろ、だって、うん、いや、わかんない、覚えてない、その時のこと。でもあれよ、オーディションの最終審査の時は、あの最終審査が終わった後に一緒に話したいね。え、覚えてない。あ、覚えてる。え、隣だったよね、席。そう、席が隣だった。隣なかったけど、34で36やって、36で間に一人おったんやけど、まあその子がなんか撮影かなんちゃらなんちゃら言っとる時に話して、その時のその時がめっちゃ面白かった。え、何、どんな感じ。なんかね、あれ、あれよ、こんな席順だったよね、こんな感じの席順だった。そう、まさにこの状態で、なんかアンダーマン、なんかめっちゃあれよ、そうそうそう、アンダーマン着とって、めっちゃさ、めっちゃなんか、まあショールームと同じようなキャラでさ。いや、そうなんや、そう、変わらんやろ。そうで、うわっ、本物の三四郎やとか思って、で、あれよ、そうなんですよ、話しかけてきたんよ、多分。あ、
なんか三四郎ちゃんよねみたいな話をして、でいや覚えてないですか。いやマジ覚えとるよ、もう印象に残るものまねして好きなものまねなんか待ってましたよ、カナナナさんが来とって、うん、その最終審査にね、うん来とったね、コメントで、でさあのココアがカナナナさんめっちゃ可愛かったよねって言ってきて言ってきて、ねえ可愛かったよねっていう話をして、可愛かった、それは可愛かったよ、覚えてますよ、うん、でも私ね、コンタクトまだつけてなかった時代やったけん、私メガネかけてなかったけんあんまりわからんかったわって言ったん。そしたらメガネかけとるん、メガネかけとん、覚えとらん、絶対言ったやったメガネかけとん、じゃあかけてみてよ、かけてみてよってこの発音で広島弁独特なんかな、なんかかけてみてよ、メガネかけてみてよ、いやそんなないよ、いや言ったほんまにでなんかかけたんよ、でその時かけて、そう、その時かけたんがね、今見当たらない空間、ちょっとグレタが相談乗るよやってもうカツラをね、カイさんもカツラかぶればかぶろうと思えばかぶれたんですけど、暑いけど時間がね、そう、暑いし時間もなかったですしね、エアコンつけれるので、で、ね、かけてみてよって言われてかけたんよ、かけたんよそうなんですか、マジで覚えてない、もう覚えてない、でかけてみてよって言われて、かけて、めっちゃ似合うじゃん、メガネめっちゃ似合うじゃんって言われて、鏡見るって言って言われたんよ、で、いや私自分のメガネかけた顔見たことあるけんもういいよって言ったんやけど、あ、そうやね、そうやね、それは でも自分のカバンから鏡を出してくる、ちょっと鏡見てよ、鏡見てよ、見てよって言って 見せてくる、ほらね、めっちゃ似合うじゃん、そのキャラなんですよ、もう前からそんな感じでしたね、大森さんの時は強烈で、はい、でお母さんにもその日受かった日にあれ三四郎と話せたんよって話せたんよってやめてよ話せたんよって、ですげえよお前みたいな対応をお母さんとした、そんなとこないですよ本当になんか笑う時さなんかこんな感じじゃない、いつも目なんか、なんかわかんないなんかって感じそんな感じ、うん、あと何だったエピソード、そう桃太郎祭りがね、そう最近あったんですよ、ね、練習めっちゃしたよね、自主練大変だったな、ね、自主練の時間めっちゃ多くなかった、自主練レッスンよりだって6時間とか普通にねあった、半日ずっと、空花さん帽子浮いてるよね、これはココアがにゃそう、それが可愛いな、このココアのこれ何そんな感じでいいやってそう、あら来てねーみたいな言ってないっす、クーカちゃん何かあったのやって、ちょっと、うん、自主練6時間とかそんな感じだったんですよ、桃太郎頑張りました、めっちゃ、ね、特にココアちゃんはね本当に何なんかまとめてくれる感じでそんなんやないやあるよ、なんかハムに分かれてやろう、ハムに、はいみたいな、そう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 、だなんでなんで、言い訳メイビーをまず揃えようって話になったよね、なったよね、そうね、もうとにかくバラバラみたいな、やったのバラバラで、これはどうにかせな、うん、ってなって、うん、そうね、みんなでてか頑張ってよ、ね、ココアちゃんがよくその言い訳メイビーは結構自分言ったよな、ねポニチはなんか得意なメンバーったよね、得意なメンバーが、うん、あの進行してくれって、そうそうそう、で、あれよ、とりあえずめちゃめちゃ揃えましたよね、そろなんか言い訳メイビーのビーのところめっちゃ頑張った、ビーと足のビーの足と手をね揃えようって思って、はい、言い訳メイビー聞きたい人、見たい人、今からダンスしてほしい人はーいよはーいよ、言い訳メイビー聞きたいですか、二人のちょっと片付けないかんよ、ここはーい、やってイエーイ、皆さん楽しみにされてくれ、何が始まるかね、うん、こんにちは、ちょっと待って、絶対見たい、踊る予定じゃなかったからちょっと片付けますね、そう、皆さん空間ファンの皆さんごめんなさい、カイコが映ってますがごめんなさいよいしょ、ワクワクドキドキ、カメラ移動する、ワクワクカメラ移動する
でもさ、コカちゃんのやつがさ、そうなんですよね、体しか映らんこっちやったら映るんよ。そうやな、踊り予定じゃない、あ、ここあ、でも危ないかな、いける、どうしよう、トイレ、これに置く、あ、あれはどれ、あの、タオルかぶせて、写だけでもやるとか。え、だってさ、どこで踊るの。いや、もうこの椅子のまま踊るとか。あ、見えるかな、いいよいいよ、あ、分かった分かった分かった、どこ写すとこ分からん、やばい、久しぶりのロングだぜ。え、まさかのなくなるとかないよね。これめっちゃすごくない？なんかテープない、テープテープあるけどさ、テープやな、カメラをくっつけるというのか、くっつける、いや無理よ、無理無理無理、どうせ諦めようか、それだったらお話ししとる方が面白いかも。え、どうしよう、空間のだけでやる配信、みんな空間、いや、それはもったいない、それはもったいない、何がもったいない、だってココアちゃんも一緒にやったのに。いいよいいよ、じゃあみんな空間のやつだけでやるんで。ちょっとそれもうトークしようよ、これで。え、踊りたいじゃん、せっかく二人やけんなそうなん、そうよね、それかみんなこれをそのままにしといて、そうよ、その時にこっちだけで、こっちはちょっと見えにくいけどみたいな、する、それだったらいけるよ、そうするか、じゃあカメラ移動するね、こっち、そうですね、こうや、じゃあ踊ろう、こっちだけになってしまうけど、それでもいいから頑張ろう、こっちはな、あ、もう映ったんや、そうよ、すごい、こんにちは、じゃあ言い訳ないで踊ろう、いいや、え、こんなとこで踊って、ちょっと待って、私さ、あれよ、みんなレッスンのままでさ、まさか、ちょっと待って、グダグダだ、みんな空間のところに移動だ、ほんまのレッスンの感じやね、今日二人で、あっち、そうやな、じゃあ踊ろう、空間のところに皆さん移動や、ちなみに36番です、二つで見てる、了解、え、どこで踊ったらいいんだ、立ち位置、立ち位置、でも一応やろう、立ち位置も、いや、どこかで、まあ、違う、これ全身映っとる、こっちは映ってない、あ、皆さんちょ、私の本だから、歌だけでも聞いてください、ほん、あ、すいませんそれでは聞いてください、言い訳ベイビー、テレレーン、テレレーン、私分かる分かる分かる、待ってこれ絶対できんくない、ちょっと待って待って待って、これさ、ちょっと待って、だけ言ったからさあ、じゃあ私ここでやったらいいか、テレンテレン、テン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 、走る自転車、走る自転車、風が揺れる、靴の風、休みはあい、あ、会津にいたら、会津にいたら、君のことが気になってきたんだ、ただの友達と思っていたのに、今すぐにでも君に、君に会いたい、
確かなもの Maybe Maybe そんな余計ないずっとこのまま片思いでいいゼロ言い訳 Maybe テテ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 テありがとうございました。これあのさ、ありがとうございました。これで踊ったら自分がウケる。あ、それね、カツラやりながら踊った。戻ろう、戻る。え、あれは一気にポニシやっちゃう。じゃあ このまま行く。そう、ちょっと、ああの皆さん、空間の方に行ってみてくださいちょっとじゃあこれさ、これさ、ちょっと配信、あ、電気つける忘れた。ごめんなさい、真っ暗や、真っ暗やみ。大谷マリナ、そう、こっち切らんでいいかな。切らんでいい、切らんでいい。たーん、じゃあ次ポニシ行く。そう、ポニシもね、桃太郎頑張りましたよね。そうね、立ち位置横列、ね、そう立ち位置横列、一番頑張ったポニッシュ、その立ち位置横列はできましたかね。じゃあやろう、え、やるか。ここや、こっからや。てん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 、横でどれや。てん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 、タタ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 気配、僕の腕から衣替え。なんかハマってない青い海、波打ち際で君と会いたい。裸足の水しぶきポニーテール揺らしながら、風の中君が走る、僕が走る、砂の上しながら振り向いた君の笑顔、僕の夏が始まる。タタ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 タ触れたら消えてく幻。テン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 ポニーテール、届かないで、必ずに君は君で、僕は僕で走るだけ。ララ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 タラタタ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 。最後だけごめんなさい。じゃあね、移動しますね。腰しか見えんやったって。いや、僕あの腰セレクション。レアよ。タタタタンタンですっていう人におすすめの動画でした。やっと映った、ごめんなさい。カープマジック点灯しましたね。昨日引き分けたんですけど、阪神が負けたので。タン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 
ハモリ忘れたんやけど、なんかちょっと忘れて笑ってしまうめっちゃ。え、歌ってみよう。ポーニーテルから。ポーニーテル。優しいながら。風の中。君は君じゃあ違う。君が走る。君が走る。僕が走る。砂の上。あ、おー、ハモれた。なんか分からんやった。私が裏で。ポーニーテル嬉しいながら振り向いた君の笑顔僕の夏が始まる。めっちゃハモる、やばい。イエーイ、いい、やった、すごいすごい。ね、ちょっとこれもう充電外していい？こっちのがいい。君の笑顔僕の夏が始まる。めっちゃハモるね。やばい、ごめんごめんごめん。大丈夫？あ、汗。扇風機つける？あっち。扇風機やったら雨。皆さんお疲れ様です。楽しい。え、高いんかな。高い声質やない。空間ずぶとい声質よね。すごい。え、ずぶといってか、でも声は低めなんよ。そうな？低めやと思う。でもめっちゃ低めやと思う。だってどういう時に思う？え、歌ってる時めっちゃ思う。マジで？例えば、え、今まさに今とか。うん、さっき。いつもの道をいつもの道を。いや、いでも音程はそれで歌っとるよ。いつもの道をやろ。いつもの道を。なんかクカふわふわしとんかな、なんか。立ちこぎの汗がゆるる。9月のそよ風、休みの間、休みの間、会えずにいたら、君のことが気になって、靴一瞬の出来事でしたが、そう、これはコカちゃんが貸してくれたやつ。そう、クカさん、はじめましてやって、そう、クーカの配信の人、はじめましてばっかり。そう、ここもね、はじめましての方が多いと思う。裏声で歌うから、上ずるですね。クーカにダンス教えてもらわねえか。なんか、この前も言ってくれたね、なんかミュなんか、違う、クーなんか覚えてるよ、みたいな。何？クー、あー、でも、あの時の話か。いろいろ大変やったんです、桃組は。あー、桃組いろいろ大変やったですね。いろいろ大変だったね、前日までね。そう、前日まで、ほんまに大変やったね。前日もね、一日レッスンだったやんな。レッスンってか、まあ、自主練。あ、自主練。楽しかったけどね、ほんまに。結果、一番楽しめた、ね、今までのライブで。本番のあの感じはね、たまらんね。たまらん、ね、たまらん、たまらん。なんやねんそれ。知らない。え、でもあれよ、私マイクスタンド、私さ、見たんやろ。見た、え、どこの列？え、もう空間、え、空間大丈夫って言いそうになったけど、どこの列？ガンガン、え、私2列目。あ、そっかそっかそっか。あっちゃんさん、前田さん、そう、ガンガン、え、あ、あれか、回っとるところやけんちょうど見えたん。あ、そうかも。その回った後にずっと注目してしまった。どうやって注目したん？こう回ってる間に 見えてしまって、そこでちょうどガンガン、私はタタタタタタってやるとこやけど、ココアちゃんはこう、あ、そう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 、回るけん、ちょうど見えたよね。そう、ちょうど見えた。でもびっくりした、なんかボトンっていう感じというか、コロコロって転がって、コロコロって感じ。めっちゃ近くてマイクが、あ、え、そこで撮れそうやったけど、撮ったら逆に、そう、撮った、やばいと思って、焦っためっちゃ、ドスンって音がせんか心配だった。そうだね、大丈夫やった。でもカーペットやったからよかった。うん、それな、マイクさんも地区下に降りやったから。うん、ヘビーローボーテーション、そうなんですよ。私の MC の時のものがね、この前してくれたのにね、忘れてないって、忘れたらしい。丸がなんか MC 受け取ったって言って聞いたよ。そうなんよ、そ、あ、そのやつ、それよ、そのことよ。 やって、覚えとる？え、じゃあ言ってみて。なんか、え、香川には丸亀うちわっていう、そう、うちわがあるんですけど、それはなんかね、
でなんか、なんかリハーサル内はなんか練習の時に丸亀うちは丸亀うちは僕に言うから丸亀うちはの丸亀うちはのなんかなんか丸亀うちはなんかそういう発音かなと丸亀うちはの同じ音程で丸亀うちはのだって丸亀うちはやん。じゃあ何なの、え丸亀うちはの丸亀うちは丸亀うちはね丸亀うちはの丸亀うちはの丸亀うちはのなんか丸亀、丸亀うちわ、わかんない、その丸亀うちわが何かわからんよ。まあそういううちわがあるんよ。どんな感じ、なんか竹でできとるセンス、いや、うちわはうちわでうちわはうちわでプラスチックじゃなくて、ちゃんとしとる竹みたいちゃんとしとるってそのヤフワ風的な感じで、ココアの配信は、あ、やめていい、カイココアの配信は、もったいないよ、そんな30分になったら30分になったらこっち終了するね。何それ、もったいないよ。次30分になったらクーカの方を見に行ってください。ほんまに言ってんのそれ。マリーナもこの橋見てるよって。マジで、マリーナさっきあったやんのマリーえ、もう帰るの、寂しい寂しい寂しいとか言って、寂しいと思ってね。マリーナちゃんの可愛かったよね、髪型。うん、ポニーテールやった前。え、お団子、あ、お団子のやつ、そう、まあ、あの岡山のなんかずっとこれでおってほしい。そう、言っとったよね。めっちゃ可愛いよ、ほんまに可愛い。珍しい。何珍しい？あ、お団子がね。そうそうそう。水泳帽が見えかけている。こっちで見えてる、もろ見えてるよ。これね、了解いたしました。よろしくお願いします。30分になったら。あと1分。君は君で、僕は僕で、走るだけ。楽しいね。あれよあれよ、沖縄岡山メンバーは選抜超えてるって嬉しいってね、言ってくれる人おるよね。そう、あ、もう壮大なストーリーがあったよね、本当に。本当にいろいろあった。映画、ね、映画前半と後半、そう、ドキュメンタリーオブ AKB に出てきてないほんまにね、ね、ね、わかるわかるわかる、ね、え、だって最初からちょっと最初、最初ね、もうね、最初は最初はどこから、最初なんかあれよな、まず集まらんかったところよ、これな。そう、自主練でね、全然集まらんやったやろ、あの、いつもと違う、うん、いつもと違う場所の時やろ。で、みんなでさ、あの、コッコちゃんがさ、みんな早く集まってって、一番最初の あのグループの展示ができ、あー、そう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 、できた時の日やろ。そう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 、スタンドマイクの練習ができる日で、うん、日でスタンドマイクを使って練習できる日が、そうなんです、ね、一番最初だったよね。最初っていうか、その桃組の、桃組、あの、発足の日、あ、もはになった、発足。じゃあこっちから、こちらから配信、空間の、空間から配信するので、皆さん空間のところに見て注目。ではみんなこっち見てくださいね、空間の方見てくださいねじゃあね、じゃあとりあえず皆さん3バイバイ、3、2、1、あ、スクショタイムする、いいよランキングね、了解。ちょっとこっちランキング先読ませてください、うん、大人だったらこんな感じよ。13位メタルさん、メタルココアさん、12位バブルガムさん、11位ハネナンさん、10位ひろゆきさん、9位アッカさん、8位スギヤンさん、7位コーハッピールーさん、6位ヒロくんさん、5位ラームさん、4位ダンスさん、3位ショウダさん、2位ヨウコさん、1位ボストさん、ボストさん、ありがとうございました。では放送終了まで3、2、1、バイバイ。いい空間、とりあえずこっちバイバイしてよ、うん、バイバイ。ハモったね、今なんかやったね、ハモった、何でもハモる。